パチャムライブル日本代表監督兼チャ FA 会長チャマでございます。昨日の初陣はですね、まさかのザコ狩りスカットにザコ狩りされるということで悲しいお知らせだったわけですけども、今日は頑張っていきたいということで、ちょっとチームのね、チーム名を変えた方がいいよね。チャ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 マンチェスターユナイテッドね、覚えとこう、忘れないように。チャムライブルーとチャムライジャパンの方がいいかな。チャムライジャパン違うかな。チャムライブルー、チャムライブルー、チャムライブルー CMB、 ユニフォームを変えていきたいですね。ユニフォームってチーム名変更、チームデータセーブ、あれこれどっから変えるんだっけ。ホームタウン設定、あれクラブハウス、クラブハウスで買えないよね。あれエクストラでいけるはずよね。注目戦、何注目戦、あ、チームデータセーブ、マイクラブ、マイクラブコイン、チームコピー、オンラインインフォメーション、オンラインインフォメーションではないわ。これどこから買えるの。マイクラブ10受け取り、ホームタウン設定、取っとるよね。チームデータ、チームコピー、チームコピーか。これ。あれ？代表ってあれ？あれワールドカップの期間だっけ？もしかして？日本代表のユニに今できないんだ。コナミさん。日本代表ガチャ出したんだから、あれ別のとこからできるのかな、わかりませんが、ちょっとコナミさんに確認取ってみたいと思います。お客様相談室からですが、ということで、昨日のね試合叱咤激励ありました。コメント欄見ましたところですね、やっぱりキーパーは川島の方がいいんじゃねえかという意見もあります。まあその辺も踏まえてやっていきたいわけですけども、ちょっとやっぱりね、ここのねちょっとサイドハーフ、久保じゃないな、ここ室屋か、昨日は室屋だったわけですけど、ちょっとねまだまだ戦力的に足りてねえんじゃねえかみたいな意見ありましたんで、一回だけ引きたいと思います。チャムライブルエース、この男どこってこともないけどね、やっぱセンターバック欲しいですね。昨日もチンチンにやられてたんで、センターバックで使いますよこの人は。さあ来い、あ、胴玉、おお、あ、上田じゃない、え、谷口、あれ上田、谷口向こう同士、え、めっちゃ上田に顔似てない、ちょっと待って、え、でもセンターバック来たぞ、ちょっと待って、上田はいんの、上田は、センターバック、あ、上田いるね、あ、上田でしょ、谷口ちょっと似てるな、おい、あ、でも上田の方が眉毛がちょっと切れてる、谷口の方が眉毛が凛々しいと、新戦力谷口入ってきました、よかったです、シンプルに森岡こうしたいですね、森岡でも、あ、キャプテンかあ、森岡キャプテンか、どうしような、でもミサオは結構良かったんだよ、とりあえずこうしといて、キーパー、あ、左サイドバックがこんなにいらないね、左サイドバックちょっと一人ボンバーして、早速谷口入れていきます。68か、先日トレーニングが足りるか、めちゃめちゃ使うやん先日トレーニング、98、96、まあまあまあ、新戦力谷口、顔もイケメンなんでね、
チャムライブルーのいい感じでやってくれんじゃねえかとところはあります。チーム力同じレベルです。まあまだまだねネタはありますから、はっきり言って、まあコメント欄にもありましたけどね、レジェンドの登場だったりとか、現役選手の FP の登場だったりとか、いろいろあると思いますからね、ぜひぜひお楽しみに。攻撃は結構良かったんだよな。ただ、まあまあまあ欲を言えばね、サイドハーフの人もうちょっとスピード欲しいなとかありましたけども、でもまあ昨日はちょっとねやっぱ守備が良くない、ワントップっていうどちらかといえば守備しっかり守るみたいなね、人数かけて守るみたいなところだったわけですけども、チャムライブルーまさかの5失点結構簡単にやられてましたからね、あそこはしっかりと、昨日のね、夜ですか試合終了後、もうチームメイトロッカールームでですね夜中まで残ってシャワーも浴びずにですよ、臭かったですよ本当に、みんなで話し合って一つ一つ確認していったというところありますんで、今日はそこをねみんなに見てもらえればと、皆様にお見せできればと思っております。マッチングがなかなかしませんがね、チーム力レベル3で縛っていくとどうなんでしょうか。ジャマーンいません。よし、ここはマッチングが短くなるおまじないを久しぶりにかけさせていただきたいと思います。マッチングが短くなるおまじない、真鍋香織3歳半に授乳継続、おめでとうございます。真鍋香織さん3歳半の子に今も授乳、おっぱいのおかげで子育てが楽になったということですね。授乳って何歳までやるんだろう、普通3歳半は遅いか、産後1ヶ月母乳が出なくて寝られずと、うわこれこのニュース4ページもあるやん、そんな見んやろ普通。来ましたね、レート800と、結構やっぱ多分チーム力縛りする人はレートも結構高いのかな、何なんだろうレートでも縛ってる。あーチャ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 ラララ大阪をヒデ使ってるやん、ヒロキいる、ホタル、むちゃくちゃいいメンツじゃないですか、ゴート、めっちゃいいじゃんマジで、ずるいぞ。あ、長谷部心整えおじさん、あ、川島行こう、ここはちょっと調子で使っていくか。お、ゴート来てる、でも長友も来てるな、長友もここでいけるんじゃない、ナイス、いや久保なんなんマジで、柴崎、あ、森岡ってサイドハーフいける、薄いな適性が、ここね、久保、久保しかできるやついない、もうこれ無理して出してもらうしかないですねこれね、久保完全にもう鼻水がねダラダラでもう止まらないっていう状態なんですけど、ちょっともう出てもらうしかないですね。そして土井、阿部、この2人の、阿部どうしよう、2列目の飛び出しあるんだよ、例えばここセントラルにはできると、柴崎使う、ただフォワードいないもんね、阿部しかいないね、大迫、原口、うん、やっていくしかないと、お願いいたしたいですね、お願いいたしたいところ、来シーズンこそ J1 制覇、サンフレッチェが好きなんだ、佐藤シュート戻ってきたところで、結構佐藤シュートもおっさんじゃないの、今でもうまいのかな、検索しよう、佐藤シュート、佐藤シュートボーリングって出てくるけど、佐藤何なんだよ、
佐藤だ、まあ、千葉にいるよね、そうだよね、佐藤佐藤37歳で戻ってきたところでじゃないのかな、お願いいたします。バー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 レッツゴー。さあ、まあ昨日の経験を生かしていけよお前。よし、オッケーオッケー、つけ、くぼ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 、最初、あ、ほら走ってる、ナイスアベ、あー、いいぞいいぞいいぞ、タタタタラ、どい、どい、行くな、あんま行くな、あんま行くな、オッケーオッケーオッケー、そうだ、スペース埋めていくよ、ナイス。長友行った、長友、長友、長友、はい、あ、そう、もうちょっと奥まで行かないと、長友可愛いからな、ちょっとにんまりして力が入れないとこあるんだろうな。オッケー、ナイスナイス。さあ、よしよしよし、お人数、さあ、いいね、あ、あ、ある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 ある、あるある、あるある、はぁ、うちの選手に何でちょっと怪我したらどうすんのよあんた。わ、奥、そこいるんだ、久保戻って、久保戻って、ナイス、いいとこ、いいとこ埋めてる、そう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 、久保いいぞ、あ、そっちグランドクロス来る、おっと、ナイス川島、あ、低弾道持ってる川島すげえ、あ、どうだ、早いカウンターで、早いカウンターで、いいね、さあ、さあ、ミサオ打っていこう、レッツゴー、ナイスミサオナイス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 ミサオ、いいぞいいぞ、昨日教えた通りだ、ホワイトボードでな、ミサオ見てたもんな、お前な、よく見てた、俺はずっと説明してたんですよ、そこ中入っていったらいいんじゃないのかなんて、いやー分かってるね、やっぱ教えがやるわミサオは、はい、あー、いい長友、そしてここナイパー、アベー、どっちあっちも、ちょ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 、コース長友、あー長友、ちょ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 、長友、長友、いくないいくないいくない、いいぞミサオ、よし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 、そうだそうだ、戻ってくるの待とうって約束したもんな、あんまり突っ込みすぎても、ちょっとパスミサオ、ミサオそういうとこあるからな、ミサオ、まあ、おら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 、そうミサオここ戻ってほしい、大迫、半端ない半端ない半端ない、半端なすぎるぞ、よしよし、そうだ、ひゃー、ここで久保取られたよお前、いやバレてるバレてる、ムロヤももうちょっと、あ、これはもうムロヤ、ムロヤ、ムロヤ、戻れ、落ち着け落ち着け落ち着け、中来るぞ、中見たいはず、中見たいはずだ、そうだムロヤ、いいぞ、そんなとこまで行っちゃった、ちょっと怖いな、ちょっと怖いな、ここ無理しなくていい、無理しなくていいぞ、降りれないからな、オッケー、はい、あ、よし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 、いい、アイディアはいい、考え方合ってる、そうだ昨日話したもんな、最高、遠藤、遠藤のこの守備力、そしてボールを散らす力もね、ボランチとしてかなり能力つけてきたんで、そうだね、長友を中心に攻めていった方がいいのかな、いいね長友、なんか、なんか、なんか、もう一人ぐらい、もう一人ぐらい、あ、おしゃれおしゃれ、オッケーオッケー、フィジカルフィジカル、ナイスナイスナイス、さあ、どいどい、あ、惜しい、そう、あ、なんかどう、オッケー、一回一回、そうだな、作り直そう、ここだ、ワンツー、あ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 ー、ミサオミサオ来たんてミサオミサオ、すごい成長、それはでも教えてないんだよね、今のは、今のは教えてないけど、やればできた、1言えば10分かる子だ、これミサオ、いいぞ、あー、ほら、ここも2列目上がって、中もミンキス、あ、オッケー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 、ちょっと今迷ったな、タクが多すぎて迷っちゃったパターンだ、中入れさせたくない、なんかそう、ツーボラ戻ってない時どうすんだ、どうすんだっけ、どうすんだっけ、おー、いいよいいよ、あー、来た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 、あ、いいぞ、アベ、アベ、早い早い、ダブルの足で来たー、ねー、アベ強すぎ、いや、見違えるほどの、あんたら、お前さんら、おー、あべ、ここ守備戻っていいね、いや、やっぱ谷口じゃない、谷口入ったことによって安心感が増したということですかね、後ろはね、安心して任せられると、あ、いいね、谷口いいじゃん、おど、どい、いいね、どい、持ってる持ってる、あ、いいぞいいぞ、どい、あべ、サイド使っていこう、あ、惜しい、出しない、あ、これ行っちゃダメだってだから、エンド。昨日、あ、昨日センターバックだったからね。あ、やばいよ。いや、川島届かず。いや、大迫半端ないな、やっぱ。
ここ課題だね。昨日もムバッペに同じことやられてたよ。ムバッペだからやられてんのかなって諦めてるとこもあったけど、大迫にもねやられるんだったらちょっとね、お前らの意識の問題なんじゃないのなんて。おいいぜ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 、久保いけ久保、あー連携ひろき欲しいなマジで。オッケー、あ、そう行っちゃダメだ、行っちゃダメだ。人数かけるかける、戻ってくるの、待て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 、あーそこモロヤ、オッケーオッケーオッケー、ナイス。あ、逆さん空いてるぞ、よく見てた。あ、来た、くぼ、あーくぼー、戻れ戻れ戻れ、中だな。相手が何してきてくるか分かってるな、中央だ。惜しいね、ここね。ちょっとでも今みたいなプレー見るとやっぱちょっと純粋なフォワード欲しいななんて。オッケーです、カシマ、オッケーオッケーオッケー、気合入ってるぞ気合入ってるぞ、それが日本代表守護神。クリアクリア、いざオッケー、ナイス、よし、いやいいじゃんいいじゃんいいじゃん、前半いいよ。うん、ちょっとスタッツ的にはねかなりやられてる節あるけど、ちょっとじゃあもうちょっとここ2人ミサオ上がってるとこいいけど、エンド、これディフェンシブに行こう。うんで、ウィングバック、これ戻ってこよう、久保、長友、お前守備しっかり戻ること、こう勝ちに行こう、この1試合勝ちに行って、まあ、ウイジンはね負けちゃったけども、第2戦で勝ってこっから調子乗っていこう。ここでね、この選手たちにね成功体験を俺はさせたいんですよ。昨夜ね、あんだけ遅くまでミーティングしてさ、だるいなって思ってる人もいるかも。そんなことして強くなると思ってるかもしれない。ナイス川島、そういうやつらに、あ、やっぱりね話し合いをして一個一個こう意思の疎通をしたらね、俺ら強くなれるんだって、そういう成功体験をさせたい。長友いけ長友いけ、長友いい、3人引きつけてる、長友長友いいよいいよ、さあ戻ろう、ここから戻るぞ。そう、ボランチ2人しっかり残って、そこ開けちゃダメだろう。あ、なんで長友、あ、いいよいいよ、どい、あ、惜しい、ファールないですか、よし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 、あ、ミサオ、結局それだからもう分かってんだ、こっちは大迫に当ててワンツー、それしかない、それだけいけや、あ、これまずい、お、ナイス、気合だ、いいね、ウルはいいわマジで。あ、ちょ、相手のユニフォームが緑すぎて。オッケー、いいや、長谷部、谷口、オッケー、いや、ちょっとナイス川島、オッケー川島、ありがとうマニキーおじさん。いや、かなりね相手焦ってるよ。さあ、勝利、勝つためにどうする、サッカー上手いだけじゃ勝てねえぞ、サッカーは勝負にも勝っていけ、いいぞいいぞ、ゲームの作り方。さあ3対1、60分どうやって攻める、そこだ、ドイ、あー、中フォローいない、まあボランチがね、そうドイには言わなきゃいけなかったけど、ボランチ2人ディフェンシブで上がんないようにしてるから、そこね来ないですよ、ナイス、ムロヤ、よし自由にやらして、あ、告白、あー惜しい、ドイ、ナイス、ドイ、あれ久保、ちょっとお前ウイングバックのくせに戻りさ遅くねえか、ナイス、ウイングバック、オッケー、そう譲り持っていく、急ぐ必要ない、あ、よしいいね、そこでボールキープして、まだマイボールにできてるっていうのは、これかなり焦ってきますわ相手はね、2点差早く点取んなきゃいけないっていうところで、いいよ、ここ当てて、外か、外読まれてたら中、あー、これナイファー、誰か蹴るの、誰が蹴るの、久保でしょ、久保行くでしょ、どうする、動かしてくると思う、動かしてね来ないと思うな、あ、不思議、幅はね、横関係は良かったけど、高さ関係が合ってなかったな。これ行こう、これ谷口行こうか。谷口が183か。
あとワンタッチシュートとか持って、あ、ワンタッチシュート持ってるわ。阿部、え、阿部マジ強くない？両足蹴ってワンタッチシュートでしょ。え、強いよ谷口、谷口やばいわ。え、長谷部、心整えおじさん。そう、気持ちって言ってたけど心なんだよね。寄せてくる。谷口、あ、惜しい。オッケーオッケー。あ、出るかな、出る。オッケーオッケー、いいね、いいよ。やっぱね、ツーボラさ、ディフェンシブつけてからかなり安定感増していった。あ、読まれてるかな。オッケー、ナイス。うわー、よいよいよいよ、声かけ合っていこう、声かけ合っていこう、そこはね。よしよし、阿部、いいな、いいよ阿部、お前一人、そっからプレスかけていこう。いや、阿部の献身性がすごいわ、ほんと勝ちたい気持ちが出てるよね。いいね、いいね、みそ、そうそうそう、コース、ナイス。取り切りたいけどね、よく言えば。あ、ほら、ここツーボラ、間サイド、オッケー、ナイス。そう、コミュニション中央、中央だから、中央、中央で大阪、いや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 、集計集計集計、中央中央中央、サイドがいる必要ないんだろうな。セントラルにするか、2枚ハーフ。オッケー、室谷、室谷いいぞ。おいしょいしょいしょ、よし、ちょっと集合。セントラルできますかと。セントラル久保できる、長友、柴崎でセントラルにして、あ、土井がもう限界か。高萩かな、これパス。盛岡かな、盛岡うめえな、トップ下だからね、やっぱ盛岡ね。ツーボラ本当だったらね、ここ変えたいけどね、スタミナなくなってるから。よし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 、まあまあまあ、まあ、これでいきましょう。まあ方面的にもね、相手はね、スリーバックと、ワントップか、スリーバックでワントップかな。で中央、あっと、エンド、いいよいいよ、ここで、ここで、そう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 、ナイス、エンド、読みがいいわ、読みがいい。やっぱこういうとこあるんだよね、エンドは。やっぱりなんか天性のセンスというか。ミサオ頑張れ、あー、オッケー、ナイス。谷口走ろう、イケメンやな谷口、この距離から見てもイケメンってわかるな。よし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 、ナイス。いや、ボディコン強えわマジで。よし、森岡上がってきて、誰か、森岡が頑張ってキープしてんのに。大阪の、お、大阪学生の反応鬼だな。あー、ちょっと、おいしょ、うわー、くそ、田島いいよ、攻めた攻めた攻めた結果だからしょうがない。さあ3対2、チャムライブルー、ちょっと怪しくなってきたか。79分、おっと、選手のスタミン、ちょっと疲れが見始めて、なおかつ大迫強えぞ、大迫強えな。よいしょ、いいねいいね、あ、いいね、あ、使う使わない使う、ちょ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 、気合だ、もうあった気持ちだから、あった気持ち、足動くな、動かなくなっても走れ。山口、オッケーオッケー、ナイス、ミサオ、ナイスナイスナイス、つないでいこう。あ、いいわ、盛岡元気、よし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 、サイド逃げていい、中空くか、中空くよ。さあ、阿部、よいしょ、いいよいいよいいよ、完璧、よっしゃ完璧、それは完璧、完璧な連携で柴崎がグン、見てるな柴崎は、くー、いいんです、それでいいんです、柴崎有名な高瀬の、あった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 、あ、来た、 PK、 PK じゃない、外外、阿部どうだ、これはキーパーさっき動かしてたっけ。久保チャンス、久保チャンス、久保チャンス、さっきの、さっきのあるからな、柴崎、あ、柴崎に蹴らした方がいいな、動かせ、あー触ってくる、柴崎は76、森岡の方がうまいんだ、森岡やっぱトップ下、あ、でもダメだな、土井の方がいいから、トップ下は。あそこ空いてるぞ、なんだ、お、キーパー動かしてくる、キーパー動かしてくるのか、あ、見とれてたら、谷口、いやー、ちょ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 、キーパーまだある、まだある、オッケー、ラスト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 、ラスト1点、点取りに行ってこよう。さあ、オッケー、あと1人ぐらい欲しいかな、
おい落ち着いてボール回して、はい柴崎、柴崎、あ惜しい、終わり、あ3分あるね、ロスタイム OK。 最後自分たちの策を最後まで勝ち切るっていうのをやっていこう。攻めて勝つ。あーちょっと連携、ほらここ1点取られるよ、これ2点、この時間まだ1点取られるよ。 OK ナイス、気持ち OKOKOK、 いいよいいよ、ここみんなで戻れる。あオフサイドになった。スライディングで気持ちのあるハッスルプレーかと思ったら、ただのオフサイド、サボりプレーでしたね。戻りオフサイド、谷口頑張れ、ナイス。おーサボ強えわ。フランスル来るぞ、フランスル来る、谷口、よいしょ、あーちょ無理、オッケーナイス川島、おっしゃー、ダーン、よし。なんかこれおもろいね、日本人対決、日本人対決面白いわ。勝ったで、いやよかったね。土井でやっぱいいよね、うん、そして三沢が落ち着いて中向いてグーン、いや強えわこれ、可能性しか感じない三沢、これもゴールか、三沢か、いいパスが通ってますね。あーいい、もうで落ち着いてキーパーの動き見て、うん、いいよ。そしてこれ相手、俺か、阿部、土井、阿部、いやよく見てた、で阿部もよくね抜け出してたわ、素晴らしい、もうワールドクラス、これができるんだったらもう言うことなしじゃん、ワールドカップ優勝じゃんこれ。いやーいいね、うんいい、いい、最後のあれ4点目とかやばかった。大迫やばいね、大迫ぜひね、チャムライブルーにもちょっとこれ取るんだよ、やばくない。チャムライブルーにもこれはちょっと理不尽だよね、大迫ちょっと理不尽だねこれね。浅野だわ、浅野色が似てたから、これうまかったね、ここで駆け引きして、はいもう一回マイナス中入れて、こうこうでこう、最後島崎、みんなのね意思が疎通できてた、うん、こういうプレーがまさかね第2戦目でも見られるとは思いませんでしたね、うん、まあ、今回の MVP はミサオということで素晴らしい。ちょっと俺的に物足りなかったのは久保かな、久保ちょっと物足りなかったかな、どうでしょう、ちょっともうガチャ引くかね、最後にガチャ引いた方がいいのか、最初にガチャ引いた方がいいのか、まあいいよ、よしということで、ちょっと右サイドハーフ、うん、久保もいいけど、やっぱ土井とか浅野で今の三沢とかに比べるとちょっと物足りないね、うん、で柴崎はスタメンで入れたい気持ちになってきたな、迷うなマジで、右サイドハーフ使います。お、胴玉来た、でかくないか、三浦玄太センターバックやん、大丈夫なコラムさん、右サイドバックで使うんだけど俺、てかセンターバック全然来ないって言ってたけど、もうセンターバック王国になってない今、悲しいねこれ、選手がね、新しく入る選手がいれば、ここマジでちょっとどうしようね、伊藤達也どうなん、早いな、久保は、いや久保も早いな、ボディコン91はでもいいよね、伊藤達也ね、伊藤達也右で、ここ長友良かったよねやっぱね、ここ良かったわ、遠藤美佐夫、谷口長谷部、谷口も悪くなかったね、ここ川島かやっぱ、中村もちょっとあと何試合か見たいけど、豪徳、うん、阿部がマジでいいわ、ワンタッチシュートでさ、決定力78だけど、あれスピードとかし大したことねえな。なんであんなにいい動きすんの、2列目からの飛び出し、でもセンターフォワードだからあんま意味なさそうだけど、長沢森岡いいね、土井左、ナンバー10なんだよね森岡は、
まあ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 、ちょっとここら辺はまだ使ってみない。あ、安倍2人いるぞ。安倍ダブルで、ダブル企業行くか。あ、宇賀神笑った。センターバックでいったら三浦玄太、スピード瞬発。谷口よりまあいいっちゃいいか、ディフェンスセンス。そうだね。でも谷口めっちゃ良かったけどな。ヘッダーついてるだけか。普通に考えたら三浦玄太の方が、あ、でもほぼ変わらない、ほぼ変わんないね。センターバック、まあ、昨日ちょっとこの辺こうつけがたいとこあるね。っていうか中盤の選手多すぎなんだよなマジでセンターバックもう一枚ぐらい入れたいとこだね。てか柴崎よかったな。伊藤達也白玉だけど伸びしろある。72まであんの。レビューマンしてみる。だって22上がるから、22上がるってことは4ぐらい上がるもんね。こっからね、スピード88、瞬発90、93、ボディコン95、パスは、あ、ドリブルが88。あ、でもパスとかが下手なんだ。でも足早おじさん使えるんじゃないかな。足のコントロールダブダッチあるしね。ぐん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 切り裂いて、最後ちょっと横パスとか、ペナ内で横パスとかできれば、まあ、使い方はあるのかなと思いますね。これは素晴らしいってことで。チャームレブルー、どんどん行きたいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。バイ。まったねー。